キノコじゃん。そう、パピ店長、今回はキキまるまる第1弾。はい、第1弾はみんなが知ってるチキン4種類当てれるか。これセブンイレブンのチキン、これがマクド、ファミリーマート、ローソン、4つのチキンを一口大に切って、目隠しをして渡されたチキンを当てれるかチャレンジになります。当てれる自信はまあ9割5分。でも何が何か覚えとかなかねんで。ああ、いいいいよ、もうそれが、あ、そうか、一回最初に食べなかったんだよな、これはこれっていうな。そう、いや、賞味もうね、あの小さな頃からお食べになってきてるから。でも一番誰が好き、じゃあどれが好きか、あ、決めてから。あ、分かった分かった分かった。あ、なるほど、当てていこう。ああ、いいよ。あ、うち一番食べてて、うん、あの、うん、味の馴染みがあるっていう点に関しては、うん、ファミチキや。え、ちょっと待って、言うけどな、そうは知ってる知ってる、焼肉屋さん行った帰りに焼肉屋で、あ、お腹いっぱいやな、まあ、帰りに明日の朝のご飯買おうかって言ってコンビニ行って、その帰りにエルチキ食べるって言ってエルチキ買って食べたんやね、家帰って焼肉屋の後にちっちゃい頃なー、すげーな、怖い、なんかすげー。そう、じゃあエルチキじゃない。でも最近食べてんのこっち。そうそう、ファミチキの方が、そうそう、でも味の記憶としてはもう最新や、うん、で美味しかったのはエルチキな気がする、うん、サイズとかどうなんやろな、見た感じ。出してみる、出してみよう。うわ、でかい、なんか四角い、なんかどうなん、こんなん、こんなん、こんな感じです。こんな感じ、あー、なんかコンビニのチキンさ、これは全部似てる、全部一緒や。でも7チキだけさ、7チキだけちゃうねん、なんか黒胡椒みたいな入ってた、うん、スパイシー、おいしそう。あ、なんか違う、ちっちゃくない、ちょっとちっちゃいから、どれが一番でかい。あ、多分あれやな、マクドのチキンが一番でかない。確かに、え、でもマクドのチキンが一番安かったかな。安かった。え、何個やった、知らない。え、2個でいくらやった。400円、2個で、え、7チキ1個で200円、多分。え、一番高い、一番高い、これ他はだって170か180ぐらい、170、うん、これも170、あー同じぐらいやった。で、これは150、一番安いのに一番大きい、うん、ええやん、一番コスパいい。これはあのシャカチキの、うん、あのフォンダンナイ版プレーンバージョン。そう、うん、え、でも味ありそうなのこれじゃない、うん、一番覚えやすそう、これが一番味ありそう、うん、見た感じ。でもこれもさ、アジアです。なんか一緒じゃない、このローソンと七チキ。揚げすぎ？揚げすぎじゃん。揚げすぎと。揚げすぎだ。え、なんかこれもさ、うん、あ、胡椒。一緒じゃない？え、でもこいつだけなんか。入ってない。にえ、これわかるくらい絶対。これわかる気がする。全部なんか似てるよな。はい、これをカットしていきまーす。チャレンジ。それではさばいていく。やば。やば。やば。キノコジャム。この目隠しをして今から私がこの爪楊枝で1個ずつ渡していきます。はい、この目隠しします。さあ、当てれるかな。最初は味見ね。味見ね、味見、味見も、はい、味見も目隠ししてたんだよな。するか、うんうん、もう味しか、味しか。じゃあ、ファミチキから。はい、なんであんなん、どういうこと。あ、ちょっと待ってな、うん、分かった。さあ、これわかるわ、味見は終わりだよ。いきます。はい、はい、1問目、いっせーので、はい、さつまようじお返しくださいませ。わからん。うん、決まったら言って。全然わからんねんけど、わかったもんこれ。あやー、あ、分かった。あ、余裕や、これは。うそ、楽勝やな。楽勝や。よし、はい、決まった。あ、決まった。よし、いっせーので、ファミチキ。あれあれあれ、あ、うち
ファミチキやろ、絶対。絶対ファミチキや。ファミチキやろ。コウが好きなのは、うん、ファミチキ、うん、で一番食べてんのはエルチキかもな。これファミチキやん、絶対ファミチキ。え、そう言われるとファミチキやん。ファイナルアンサー。ファイナルアンサー。いや、エルチキやと思うねんな、普通に。ファミチキやで、絶対。どうですか正解は、はい、ファミチキ。絶対楽勝やん。そう。あ、そんな。そう。あれか。あ、まあまあまあ、今のはまあ一問目やし。いや、全部正解。味覚えてないかもしれんし。全部正解したらあかんねんで。え、うん、そんな決まりないですよ。本当ですか。うん、そうや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 。ああ、オッケーオッケー。まあまあ、2問目は当たるやん。もう慣れたもん。じゃあ慣れたわ。じゃあそっちやったか、惜しかったな。じゃあいきます。はい、うん、次は出しますね。あ、どこ、つまやつのパターンと、あ、ここか。はい、はい、せーのーね。あ、これはもうね、はい、終わってください。はい、うん、お返しください。うん、これさすがにね、わからんとかある。これわかる。これあれやわ。うん、うん、同じやと思う。さっきと同じやと思う。わかる。わかった。わかった。うん、いや、これ待ってよ。じゃあもうわかってる。わかった。うん、うん、いい、え、決まった。決まった。あ、いい、せーので、ナナチキ。当たってるやろ、これさすがに。さすがにやん、これ。いやいやいや、ナナチキや。絶対なんだ。正解は、うん、なんと、何、ファミチキ。嘘やん。嘘やん。嘘やん。なる。おい。おい。さっきと一緒かなと思ったけど、え、さっきと一緒って言ってたから。まさか。さっきと一緒。でも答え言うてもってるけど、いけるって思ったけど。あ、いやでもまさか同じもん来てへんかなと思って、うん、一応ナナチキにしたい。これぞ味を分かってこそ分かるやろ。うん、なるほどな。あ、じゃあもう同じやつ来んねんな。同じやつ来たらちょっと同じやつやったけど、同じかと思ってたけど、うん、ここはナナチキかな。そう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 、ここは何問目やしみたいなとこあるわ。はい、なるほどな。うん、そういうこと、そういうこと。じゃあ次行くな。うん、次だと、次こそ、はい、次はいけるんですよ。まだやで、刺してないからな。うん、で、おじいに刺してくれるか。わかると思うね。ちょっとわかる。これは絶対わかる。やめた。じゃあ、チキンと水を交互に飲んでるから、すっげえお腹いっぱいになる。いきますよ。さすがに当たるやろ。はい、ありがとう。ね、いっせーの、まだまだ待ってる。一人で、目隠しって自由になった上で。食べてみて。はい、いっせーの、ね。試食コーナー。あ、わかった。一回して返しても。もうこれわかった。全然違う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 。うん。あ、仮面二重にしててよかった。あ、わかった。自信満々。うん。満々。お二方とも。お二方とも。はい。お二方とも。うん。はい。じゃあ、せーので。いくで。うん。いっせーので。ナナチキ。おお。一致しました。やった。さっきも一致してたけどな。あ、まあまあそうや。さっきも一致してたやん、実は。うん。外れで。なんでやろな。ナナチキや、カンナン簡単やね。まあ、カンナン簡単や。簡単や。簡単や。ザコザコなんだよ。ナナチキだけはザコやわ。正解は、はい、ナナチキ。優勝。初の両者正解。優勝しました。よかったですね。まあまあまあ。まあ、ここから。じゃあ、ここからだね。楽勝です。次、いきますね。はい。これは絶対わかる。ちょっとナナチキの余韻やばいな。なるほど。ずっとナナチキ。早く早く早く。チーズ。はい、お持ちください。はい、お持ちください。お持ちください。あ、なんか。はい、はい、詰まっちゃう。はい、いい、せーの、で。あ、もう、これはわかった。
はい、いっちゃうまいわ。お預かりしますね。もうこれなんか独特やもん。これいっちゃうまいわ。なんか、うん、もうこれ分かった。うん、一噛み目で分かった。うちも。おー、なるほど。いくで、いっせーのーで、M、マック M あ、そう、あの、マックシャガチキ、シャガチキマック。そう。え、これ外れてたら、だってうちらは、これ外れてたらもう一生マックのチキン食べへん。ああもう食べへん。そんな契約結んでもってぐらい当ててて、ます。当ててます。もうなんかマックの味って感じ。そうそうそう。なるほど。正解は、正解はこっちにおるな。シャカチキでーす。でもこいつマックしか言ってないけど、いける。はい、やめろ。マックしか言ってないけど、いける。マックしか言ってない。シャカチキってちゃんと言い直したね。M って言ったよ。M って言ったけど、あ、シャカチキ、シャカチキって言ったら、こいつマクドマクドマクドしか言ってない。マクドでマックって言いました。マックしか言ってなかった。はい、静かに。どうですか、裁判。裁判。はい、次行きます。はい、次行きます。はい、では、はい、どうぞ。お手を、確かに日本語おかしい。こいつ日本語おかしい。お手を確かに、お気を確かに。意識を。はい、いい、せーので。初めて食べた。あ、あ、そう、分かった。試食の時も食べてない、これもしかして。うん、初めて食べたね、俺。そう、試食の時も食べてなかった。すまないし、うちもうチキン博士やわ。消えてるから分からへん。あ、さっきの方時は冷えてなかった。うん、あの、っ切ってるからさ。あ、じゃあ試食した時は冷えてなかったのかっていう話やろ。試食の時は温かかった。そうか。あれ、意見が食い違いますね。はい、答え言えるわ。言える。これは分かった。うん、はい。いっせーので、エルチキー。おお、すごい。これはすごい。どういうのすごいのか。すごい。正解。正解。はい、正解。同じで正解。正解です。すごい。え、今何ポイントずつ？今これ3ポイントちゃう、うん、何これ、ポイント制やったっけ。3ポイント3問正解。4ポイントちゃう、うん、4ポイント。 4問正解。3うち3問やろ。ああ、ああ、まあまあまあ、でも1問目はしょうがない。ちょっとどっちか迷った結果やから、うん、しょうがない。なるほど。結構味違うんだ。結構違うで。わかるんだ。わかる。なるほど。じゃあ、いきますか。うん。え、ま、何問、何問するのこれ。今、何ポイントずつやった。4ポイント。じゃあ、5ポイントまでにしようか。あ、いいよ。え、そんな。あ、まあいいけどな。あ、2種類合わせて食べるみたいな。2種類合わせた。2種類をこう団子みたいな。何と何かして。あ、何と何みたいな。そうそうそう、何と何当てよ。ああ、いけるな。これはね、なるほどな。これをだから、うん、当てれたら5億ポイント。そうやな、うん、5万兆ポイント。あ、5、うん、アホの桁。アホの桁、5万兆。5万兆ポイントだな。うん、そうやで。よっしゃ、よっしゃ。ちょっと待ってや。はいはいはい。え、怖い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 。なんか ASMR。 何、はい、お手を、何されてんの。お手を、確かに、はい、お手を確かに、お手を確かに。うわ、なんかベチャベチャや。もういくんだ。ちょっとベチャっとしてる。指についた。ついた。いっせーので。ちょっと、めちゃくちゃ嫌やな、その表現。ああ、わかった。うちさ、もう天才かもしれない。お気をない。なんかまあ、肉っていうか油しかなかった。そんなことはないです。めちゃめちゃ。あなたの方が肉が多かったです。そちらやって。そう。うわ、お分かりいただけたでしょうか。うんうんうん。オッケー。わかった。うんうん。いっせーので、ファミチキ。ファミチキ。ファミチキ、ファミチキ。なんて言った。ファミチキ、エルチキ。ファミチキ、ファミチキ。え、に、え、同じ味ではなかったですか。同じ味、なんか油の味した。え、同じやんな。同じ、あの、同じ、同じ物渡されてるな。してます。え、渡しまし。渡しまし。渡しまし。
またしまし。え、ファミチキファミチキやってた。ファミチキエルチキやったね。最後のあの残り味とか確かめなくて大丈夫ですか。残り味も何も全部なんかファミチキの味する。え、ファミチキやってだから。全部ファミチキや。全部ファミチキや。はい。ファミチキ。正解は。ファミチキ正解。今回の、はい、勝者は。勝者。チキン博士は。はい。5万兆ポイント。当てる。今回のファミチキ間違えた。今回のチキン博士は。怖い怖い怖い。店長でーす。何？なんで？なんで？すごくない？すごい。何？ファミチキエルチキやったの？お目隠しをお取りくださいので、うん、汗びしょ。 あなたは難しいね、取るの。うわぁ、すごい。あ、眩しい。あ、世界が眩しい。まあ、ということで今回はね、僕が生きてんちゃうぞ、チキン博士ということでね。まあまあまあ、今回はね5万兆4ポイント数字や、終わった5万兆4ポイントでねチキン博士という称号を手に入れましたね。イエーイ。なんでやねん。いやでもこれ目隠しして、したらほんまに全部同じ味に聞こえるな。聞こえる。あ、すごい。味だよ、味だよ、味だよ、こんな味に思えてきた。ほんまに難しかった、すごく。チキン買いに行くのすっげー苦労したな、謎に、うん、どこも売ってなかったからな。今11時ぐらいに行って、そう、夜の11時ぐらいに行って、もう揚げ物終了してた。そう、揚げ物終了して、もう1軒目の店員さんに、ああ油もうないんですって言われて、油だった、洗ったから、もう揚げれないですって言われて、すいません、ありがとうございます。そんなこと言われてないね。ありがとうございます、すいません言って。でな、なんかセブン入れるの、そう、2軒目だから大変やったけど、美味しかったわ。美味しかった。うん、よかった。キノコジャム。はい、じゃあ今回のチキン博士は店長です。何？調子乗ってんちゃう。すいません。もうまだね、別のチキンとかあるし、まだな、なんか冷凍のなんかこんな感じのチキンとかあるから、はい、次もチャレンジしてみましょう。はい、はい、今回のチキチキンはこれで終了。バイバイ。チャンネル登録、グッドボタンお願いします。お願いします、あとはツイッター、インスタグラム、TikTok やってますので、よろしくお願いします。じゃあ、yeah. yeah. じゃあね、また見てね、バイバイ。これ誰の声でしょう。トゲピー。ちゃう。トゲチック。違う。ちょっとこの部屋は。カラス。ティッシュが遠いな。違う。キノピオでーす。絶対分からへん。似てる。キノピオとか声ないだろ。似てる。似てる。俺もできる。マリオ。展開しろ。マリオ。